韓国俳優、キムソン・ミンさんがこの世を去り、今日で4年となる。個人は2016年6月26日、脳死判定を受けて生涯を閉じた。去年43歳。知人と家族に普段から臓器提供の意思を明かしていたキムソン・ミンさんの意思により、遺族が臓器提供を決定。肝臓、両腎臓、角膜などが5人の患者に寄贈された。 キムソン・ミンさんは2016年6月24日午前1時55分ごろ、ソウルョ直の自宅シャワー室で、意識を失った状態で発見された。応急処置を受けたが、低酸素性能損傷で意識が回復せず、死去した。